旧主公売局かよし文局庁舎かよし私立美術館は、台湾かよし市西区にある2020年秋会館の公立美術館と、その運営組織の名称。市の古籍建築物で、台湾総督府の技士、梅沢捨ロ郎が設計した日本統治時代の台湾総督府専売局かよし市局庁舎と複数の、 倉庫から構成される建物群をリニューアルして2020年秋に開業した。陳清義派、林極山、張吉浦著名な画家を輩出し、購買局市局長者落成翌年の1938年に開かれた台湾総督府美術展覧会では、入選者の約2割を、かよ出身者が占めるなど、戦前からガトと称されていた、かよの芸術界復興の象徴として、 購買局庁舎は美術館へのリニューアルが推進された。2005年11月、行政院は戸籍登録された政府所有の旧主購買局分局庁舎に対して市による利用を同意した。2010年から約5800万入台湾ドルを投じて着手した修復事業が2013年初頭に完了し、私立美術館の設置場所について、 私文化局は当地を含む複数の候補地を専門家を交えた意見集約を図り、購買局跡が優勢となった。同年9月、六代目、かよし市長の高都市へにより、複数の私立美術館立地候補から当地が選ばれた。1982年に、県活市から昇格市への昇格を果たしてから32周年となる2014年7月1日に、 美術館への再生事業の受け皿となる、海吉市,市立美術館準備どころが、海吉市政府直属機関として設立された2014年、中華民国統一地方選挙を経た2015年、上半期、七代目市長の都政明率いる、新市政府及び、市議会では、海吉市,市立博物館活用などの異論が起きたが、結局8月には、購買局案が維持されることとなった。 また、戦後に増築され、美術館としては使われない購買局の建物を、かよし政府社会どころが別用途で、継続利用することを新市長が容認していたため、美術館加工層への中央政府の補助金申請の、目途がつかない状態となるなど、右与曲折があった。2018年2月23日、かよし政府文化局は建設業者と、調印。 14ヶ月の後期を経て3月28日に着工した。この観光席本体の旧分局庁舎で、レンガ部分の劣化により、修復工程が増え、予算が追加されるなど、後期の遅れが生じ1年遅れの2020年3月観光、半年後の9月開館に予定が改められた。いずれも2014年に開催されていた。2019年5月。 ウェストミンスター大学のアート、四角文化論で博士号を修了した女性キレーターのライ・イ・キムが初代館長に就任することが発表された。開館直前の2020年8月には2.28、事件の犠牲者でカヨシ出身の画家、チン・キヨシ派の作品がチン・キヨシ派文化基金会から寄贈された。9月25日から3日間のプレオープンを経て、10月6日に、 正式開業し、11月7日に開幕式典が開催された。古籍棟内部の書店に、大手の誠品書店が入居することが決まり、実現すれば、かよしでは、同書店の10年ぶりの復活となる。2021年1月27日に年末までの期間限定店舗として開幕。仙台事業時は、中山寺に面した、庁舎正面入り口が使用されていたが、 技術館としては、裏側の高安市街に面した中庭を経て、旧製品倉庫の本館から出入りするように動線が改められた。このため、住所表記も中山路659号から高安市街101号となっている。梅沢捨ロ郎設計の栄館はほぼそのままに、主に物販、飲食店や事務スペースとして使われている。老朽化で耐震性に難があった南西側、 B 館は、鉄筋コンクリートの外壁を除去し、CLT 工法により木造量とガラスのカーテンウォールを組み合わせて軽量化と断熱効果工場を実現し、かつ開放感を演出している。購買局時代には3階建てだったが4階建てとなり、中山寺に面していない裏側に吹き抜け構造の三角形の中庭が増やされた。1954年に、 種類倉庫として増築された、高安市街に面する、南側の建物。ロゴは、プラス1と、ほぼ同音を異常化している。来位金、2019年5月1日、現任外鉄、か吉駅前端から徒歩県内で、中世路台面には、か吉分文局の酒工場だった、旧か吉首相をリニューアルした、か吉文化総遺産業園区がある。ありがとうございます。